水戸駅南口っていう曲を歌います。いつも僕の前見て導いてくれた日々に、今でも手の中に残っている。
僕が高校の頃によく水戸駅南口の千葉公園とかあって、そういうとこって今デートで行ったりするんですか？どうですか？行ったんですよ。そういったです。今日参加した人みんなこう音楽が好きで、なんかすごい結構みんなそれぞれの歌があって、すごい結構感動したんですけど、そしてこう音楽を聴きに来てる人がいて、いいなって思いました。はい、金曜日ですね、打ち上げ花火ってありましたよね。千葉湖で花火があって、それでその湖のほとりで今年は僕ちょっとビールとかき氷売ってたんですけど、かき氷がものすごく売れましたね。暑かったんで、いちごとレモンとメロン味で、特にレインボーっていうね、3色入れたかき氷がよく売れました。美味しくないよね。はい、じゃあ打ち上げ花火です。聞いてください。君と二人打ち上げ花火、夜の影でそっとキスした、空を見上げて打ち上げ花火、夜の影でそっとキスした、箱で見る打ち上げ花火、水にキラキラ、胸はときめく夜、Nah.
空を見上げて打ち上げ花火、君と二人で夜を旅した。千箱で見る打ち上げ花火、はい、ありがとうございます。さくちゃんでした。最後までありがとうございました。